ゴール前には有田などクロスボール受けてかわしたシュートだー、中村のゴール、先制甲府、甲府のオープニングゴール、中盤の中村亮太郎です。小沢が立っています。またニアを狙ってきた、ヘディングだ、押し込んだ、マイキャンメンデス決まりました。先制ゴールは甲府、この試合もコーナーキックから先制点、リスクが収まった、裏に抜けた泉沢、かわした泉沢のシュート、か少し迷うようなこういうボールで、しっかりそこを泉沢見てワンタッチで、ドルシュート、山田ミドルシュート突き刺さりました、先制甲府。ここは近くの体を使います、泉沢シュート、追加点、66分、甲府泉沢のリアシフト振り、続きまして荒木ロングスローの構えです。ターゲット面です、頭を越えていきます、詰めたところ、決まりました、鳥海が弾いたボール、三木で頭で押さえて先制甲府です。一進のボール、逆線まで折り返し、ゴール前、荒井、先制甲府84分、セカンドボール裏ってきた、間走ってきた、左足打った、荒木甲府先制、荒木翔今季初ゴール、前半7分、泉沢キープ、リラに出した、リラ左足、ロッツァのシュート、追加点甲府、こぼれたボール、走り込んだロッツァが、さあどうだ、どうだ、これはハンドがあったか、あったきっちり決めました、3点目、落ち着いて決めました、3対0、今スインスイングのボール、中央を狙ってメンデス、ヘッド追いついた、メンデス同点、やはりセットプレー強さを見せました、これ出してきましたね、はい、そしてその川田から先制のボール、宮崎シュートを狙っていった、宮崎のミドルシュート、ゴール左隅に流し込みました、中に駆け込んでいくクグラウンダルクロス、
ファンが大いに期待します。一貫して甲府の育成から上がってきました。17歳3ヶ月9日での J デビューです。クラブ最年少での J デビューになりました。何度も何度も仕掛けています。さあその宮崎にボールが入って逆サイドは関口もいる。さあチャンスだ。長谷川先制点はヴァンフォーレ甲府。また逆の形、今度は宮崎選手から甲府が迫る。宮崎から関口のクロス、ふわっとしたボール、奥から突き出す！村上、これで3対2！はい。ね、はい、今のようですね。そして、長谷川、カウンターを取るかどうか、この位置からシュート！追加点、甲府！やりませんでした。あ、渡る。山口ボール、しかしこれがチャンスボールになりました。右足踏みたー、突き刺してみせた甲府先制点。右足を振り抜いたのは途中出場中村亮。